根本的に間違っていないか、というのは、感じる。ともかく、テレビを中心にした、マスコミ、には、皇帝、の存在が必要で。そこ、に最後の責任を持たせて何かの、階層を、形成していた。優先順位というか、確かにそういうのがなければ、雑多だ。放送枠は有限であり、優先順位の高い情報を選んでいくべき？それを誰が最後に決めるのか？天皇家に委ねたら、かつての軍国主義的な雰囲気が、状況に権能を。皇帝として今まで通りでありつつ、問題がない存在が必要で。もちろん、前の皇帝が普通になればよい、が。前の皇帝には、王の印籠を盗んだ、という過失が存在し、それへの排斥も長く、理解してかの変質は、もはや修正不可能、というレベルに陥った、わけで。動画で高いカウントがつかないだけ、だが、これが重い。